DS PDS。 はい、スメザンって今日なんとね、3日ほどね寝込んでました。タンデでございます。で、なんでね寝込んでたかというと、まあ、ツイッターとかではねつぶやいてたんですが、動画で言ってないんで説明します。3日前にくらいにね、パーティー、とあるパーティーをしてて、まあ、そこでね、まあ、お酒をねちょっと飲んじゃって、はい。で、僕人見知りなんで、お酒がないとね話せないんですよ。もうちょっとね4人とか3人とかだったらいいんですけど、もう100人ぐらいね、まあ、いる場所だったんで、もうお酒ないとねやってられないんですよね。多分1人ポツンってなっちゃうんで、はい。で、パーティーって何のためにあるかというと、もうやっぱね人とのね交流だと思うんですよ。はい。で、お酒はコミュニケーションのツールだと思ってたんで、こうね仕方なく、まあ、飲んでこう話せるようになってね、まああんま話せないですけど、お酒飲んでも、お酒飲まないともっとやばいんで、飲まないとやってられないんですよ。プラス最近気温も上がったんでね、多分ね飯とかもちょっとわかんないですけど、飯でなったのかわかんないですけど、感染胃腸炎になったんですよ。急性胃腸炎かな、どっちかはもうわかんないですけど、とりあえずねもう下痢がね止まんないね病気になっちゃって、下痢と高熱が止まんない病気で、あと頭痛、もうね外も歩けないぐらいのねひどい状態でしたね。30分に1回はねもうトイレに引きこもるっていう、もうひどい時は15分に1回とかだから、オールうんこをねしてました。夜とかほんと寝られないぐらいで、飯もね全く食べれなくて、多分この3日ぐらいでね超痩せたと思うんですけど、もうこれねやばいなと思って、で熱がね高熱で 39.6 度まで行ったんで、もうこれは病院行かないとやばいなと思って、まあ、200メートル地点になんか、一番近い病院があったんで、そこ行ったんですよ。もうね、診察のね、先生がひどかったんですよ。で、何がね、ひどかったかというと、もう一度もね、僕と目が合わなかったんですよ。もうずっと先生は、パソコンと向き合ってて、こんな感じで、どうなさったんですかって言って、で、僕が、ま、なんかいろいろ言うんですけど、ずっとね、もうタイピングしてるんですよ、こう、書いて。全然診察の意味ないじゃんと思って。で、なんか腹痛いから、こういうので、こうね、腹の状態とか聞くのかなと思ったら、それもないし、触ったりもないし、やっぱ触ってもらいたいじゃないですか、先生に。なんかおじいちゃんの手とかさ、こう触れてなんか気持ちいいじゃないですか。こうパワーね、もらえるような感じになるんで、元気をもらいに行くような場所じゃないですか。はい。なのに、もうずっと、とね、パソコンね、もう超遅いタイピングして、で、なんとね、薬とかって普通は、なんかこれこれにしますねとか、普通はなんか患者さんに聞くじゃないですか。もう勝手にもう決めて、もうなんか何回も行ってる人ならわかりますよ。僕初回なんですよ、その病院。初めて行くのに、もうなんか勝手に薬どんどん決めて、じゃあもう全部これねとか言って、で、6種類ぐらい渡されたんですが、もう普通、まあ普通がわかんないんですけど、病院は。もう嫌だったら行かなきゃいいんですけどね、200メートル地点にあるんで、まあ行きたくなるじゃないですか。で、ネットで調べると、星5つ中ね、2つなんですよ。2。もう評判のね、理由がわかりましたよ。でね、病院の先生ってね、なんであんな偉そうかというとね、なんかね、昔はね、もう神様みたいな存在でしたからね、こう、病気をね、治せるっていうね、もうマジックなんですよ。なので、なんかやっぱ昔の人はこうね、こう拝んでたらしいんですけど、やっぱ今は違うじゃないですか。で、今ね、こう、偉そうにしてる若い人は、その、先生のね、背中を見てきた医者なんですよ。はい。だからこうね、偉そうな感じがね、こう伝染しちゃうんですよ。まあ中にはね、ほんとね、優しいね、先生とかもいるんですけど、まあ西川先生みたいな人だったらね、結構パンパンされたいですけど、それ以外の人は嫌ですね。はい。ということでね、なんか久しぶりにね、病院行って、なんか嫌な気分になった断定だったんですが、皆さんなんかこう、病院行ってなんか嫌なエピソードとかないですかね。はい。ということでね、まあある程度ね、元気になった断定でございます。ちょっと明日から頑張ります。ということです。アンドバッシー PDS 株式会社。